やらかしたかもしれんこれ。なんか弁当入ったやついるぞ。あ、いましたよね。魚さんの議論を聞いていない気がする今日。来た。来たぜ。はい、はい、ちょっと暗室から通報ボタン押しちゃったんでわかんないですけど、多分暗室の下に死体があると思う。メインの真ん中ぐらいですか。で、カオさんは女性浴びてたから、そっから下に出たら切られたとかだと思います。うん、うん、はい。カナさんってどこ行きましたか。シャワー室のタオル集めして、タオル入れしてる時に上からユタさんの、リンさんの順番で降りてきてる。はい、下にいるのは見てます。はい、うん、背のラウンジです。トイレ。ラウンジのどこですか。トイレ、トイレ右端のトイレ。ユタさん、リンさんの順ですれ違ったのを覚えてます。左端か。はい、じゃあ大丈夫です。テキンさんもそこにいます。ラウンジあたり、はい、はい、すれ違ってます。コミサボ逆走してます。右でキルが発生したのがいくつだと思って。はい、うん、はい、ナルガブキッです。キッチン脇が3人、僕と、はい、拓也、ヒアルで、拓也が今コミュサボの部屋で、直そうとしてて直しきれず終了。ヒアルくんいなかった。はい、僕待ち合わせ場所にいました。そうなの。ちなみに僕はエンジンタウン脇のミーティングボタン前です。はい、誰に待ってない。コミュ前だったら、まあキッチン側からできるのはヒアル君ぐらいかな。武器庫の中にいなかったかな。うん、うん、あ、ナル君には無理って言えると思います。一緒に武器庫入ってる、下の方行ってるの見てるんで。さかなさんに聞きたいんですけど、ユタさんってどこまで行けそうですか。ユタさんは私から無理だ。無理無理無理、うん、そもそも俺の目線ね、俺の目線はもうユタ、リン、ゲンセンノがもう、このキルに関われないから4シロ落とせるって状態。はい、うん、だから左側、うん、で左側の人の証言によってはタクヤナルが落とせそうだけど、ナル君のキッチンからの弁当次第かな。ああ、まあまあまあ、武器庫まででも一緒に動いてるけど、どう、タクヤさん目線でかなそれ。うん、出るかどうかじゃない、いや、ほぼ無理じゃないかな。多分切るところ見られるくらいの直近キルになっちゃうと思います。工藤さん目線でメインのキルって割と直近じゃないですか。あ、直近もう多分 2,3 秒以内とか、もっと短いかぐらいだと思います。がっつり武器庫一緒に入るから、そう、がっつり入ってるからね、かなり難しいとは思ってる感覚的に。ユタさん目線、魚さんってきつくないですか。そしたら弾けます。うん、はい、秒ない。結構弾けるの。私も弾けます。そしたら、うんうん、ノアさん、ヒアルさん、工藤さんのセルフまでこういう、うん、さあどうなるこれ。ご主人様は、やらかしたかもしれん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 、これやらかしたかもしれん、これ。なんか弁当入ったやついるぞ。あ、いましたよね。名乗り出ろ。名乗り出なかったら言わない。名乗り出なかったら言わない。名乗り出なかったら言わない。許してあげようかなと思って。大量に見られてるんですね。みんな見てる。いや、これはね、多分ミスかわからないけど、急に入ってた。そう、急に入ってた。あ、あれね、初手2秒ぐらいで入ってた。そう、3人目撃してる、ちなみに。何何何、あのね、この中にね、目をそらしてる人がいるわ。ああ、言わないのか。すげえ目をそらしてる人がいる。一人寡黙なやつおるな。そう、誰、一人じゃキャラクターよく見るとすごい目がそらしてるやつ。よく見ると目そらしてるやつが3文字の人っすか。ヒアルぐらいしか噛まないんだけど。まあ正直に言うと入っちゃいましたね。入ったんだ。入っちゃいました。え、僕なんですか。
え、だから、意味が分からん。今の流れで入っちゃったんですよねって言ったら、僕なんですか、まあいいよ。まあ、そんなことはいい、そんなことはいいんでね、あの、次の議論に移った方がいいんじゃないですか、やっぱり。拓也さん、なるほどね。やっぱりね、やっぱり。いい人だと思うよ、拓也さん。うん、すごくいい人だと思って、拓也さん。あ、ヒアル君とナル君シロです。めんどくさいっておい。ねどういうことだね。どういうこと？入ったらしいタクヤッチが。あ、タクヤさんが入ったの弁当に。ちょっと待ってよ、本当に待って。タクヤさん何入ったの？ちょっと待ってくれよ。どういうこと？ただタクヤさんがマットかどうかがわかんないって感じかな。ああ。どうすればやりえるから。どっちもどっちだけど。まあでも人外では。1キル目は無理、どっちにしろ無理なんだよね。どっちにしろ無理、ね、どっちにしろ無理だよね、俺ね。無理だよね。お互いに無理って言えるよね。できるでもいいよ、別に。え、でも、これさも直してないからな。どういうこと？実質点1キル目は無理かな。ヒアル君もまあ、うん、右に抜けたらまあできるけど、基本的にタケッチは無理かな。挟まれてるから、俺と。ありがとう、ありがとう。ラインだね。あ、めんどくせえ。何だったの、この事件は。分かんない。工藤が直近って言ってるのが俺を白くしちゃうから、結構不利な状態になっちゃうかなと思っちゃうんだけど。うん。うん。でも、初手切るんだから、そんな変わんないのかな。どうなんだろう。あんまりセリフ初手でするかな。やっぱ、ノア君から、ノア君が筆頭だと思います。だから僕はヒアル君とだったら、ローラ飲めます。ローラ飲める？うん。バイバイ。バイバイ。どういうご主人様もわかんねえのに死んじゃったんだけど。どういうことだよ。いや、小見さんも直さなきゃいけなくなるじゃないですか。直せないからどうしようって一瞬考えちゃって、あ、弁当入ればいいやと思って弁当入ったら3人がおしくちゃん前から降りてきて積んだ。完全に積んでしまった。目そらさないでくださいよ。久しぶりにやったわ。あ、センチャーシンデレラ。センチャーシンデレラ。やばいな、超ポンコツだったな。本当にご主人様やんけ。え？ご主人様タスクやったら分かるんでしたっけ？ご主人様タスクやったら分かります。で、バイタルのダウンロードだったんですよ。ああ。いや、しかもだからご主人様2人。はいはい。ユタさんの死体がシャワーの覚え芸のところにありました。うわ、見てねー。リンちゃんと通った時はなかったから。頼む、お願いします。あ、そうですね。お願いします。停電後だと思います。で、停電後に下に降りてったのはナルくんで、工藤さんと私が貨物の方に抜けてます。アーカイブから。うん、なるがそのまま今エンジンの扉開けてエンジンに入ったところですね。もう数回引けたのに嘘だろ。こんなポンコツなことある。でんです。停電を貨物で直しました。で、ノア君場所は最初エンジンの上ぐらい、真ん中上ぐらい。メインホール脇で電気セキュリティテープタスクやって電気メインエンジン。いや、なんないよな、多分ノア君感じるよな。バレてます。ナル君の前やってんのかな多分。はい。ナル君ってどこいたんだっけ？脇がそもそもどこだっけな。まあわかんないですけど、メインホール付近でタスクをした後に右側に流れシャワーでシャワーのタオルを拾う、シャワーのタオルを入れる、停電になる、停電の方に直しに行くが直ったので、リン工藤丸と一緒に引き返す。魚はね、セキュリティのテープタスクあたりなんだけど、武器庫だけ扉が閉まってて、キッチンの展望デッキとセキュリティだけ扉が開いていて、停電が直ってるのを確認して、一番右側の最後に直ってるのを確認してるから、展望デッキにいます。これ、リンさんと工藤って、千野さんって見てないの？工藤は貨物の配線しかやってないから分かんないっすね。はい、リンさんはもっと下まで行ってる。あ、私はラウンジのトイレで、はい、タスクをしてたので、お見かけはしてますが。はい、はい。ただ後ろは出ません。お二人ともお肉には近い印象はあります。原産目線でさ、ラウンジの方抜けてないとおかしくない？うん。上は二人、だから三人で塞いでるから。リンクドの中に最低一いると思ってますから。ああ、だからナル君までじゃあ入るんじゃないですか。これも。うん。三人で。私はナルさんの死因はないですけど、はい。千野さんの死因がお二人から出ないのは不自然です。魚さんのおっしゃる通りで。
あ、そうなんだ。そうなんすか。頼む。お疲れ様です。頼むで、ほんま、ちょっと。もう大ポンコツ、やばい。皆さん自決したの？いや、自決、本当の意味の自決したと思います、あれはもう。みんなの前で、盛大に。にインポスターいたから入ったんですか？あのね、コミサボを直せないから。うん、逃げようと思って弁当入ったらみんな降りてくるんだよ。ああ、そうそうそう。ああ、ナイス、いいキル、いい位置のキル。おお、死んでる。いい位置。え？ああ、ケンさん。ケンさん。ケンさん。いい位置切ったこれ。左側では見てないな。あ、じゃあごめんなさい。ちょっと先に出ておきます。シェリフです。はい、今かーってなるよね、多分。今かーってなるよね、うん、ごめん、さっき言えばよかったけど。なんで、まあ工藤さんは難しいかなって私目線は思いますけど、センちゃん上に多分そうね、リンちゃん視点はそうだね。うんうん、ニケルどう見えてますか？自決含まれてると思いますか？俺インポスターで見られねえかな。シンプルにニキルが発生してる場合って拓也さんでマットが落ちてると思うんですけど、その場合初手って拓也さんが僕の最終主任を持ってるから僕に白を出すことも可能だったって考えてほしいから、拓也さんと僕が繋がってないって思ってほしいから初手のマップに入れてほしいです。あー、それは私もごめんなさい、それは加藤さんをセリフないと断言してるってことになってる。なんかね、リンさん目線から工藤丸さんのさっきのキルが難しそうっていう話が出るならノアナルで終わるんじゃないかなって思ってる。工藤さんが分かるけど、どれぐらいリンさんのシェリフを信じてるかじゃない？ああ、そうですね。で、一応私全体的にが工藤さんが切ってるとしたら、源さんが絶対見つけてる動線でしか切れないので、工藤さんには私から白が出せます。あ、結局ね、切れないんじゃないかなと思ってて、僕の発見経路が昇降機からアーカイブシャワーって言って、ユタさんの死体を発見してて、ゲンさんがラウンジ側からアーカイブ入って終わりって言ってるから、千野さん自体がそこら辺で死んでないと思うんですよね。だから、ユタ駆動を、うん、あ、失礼、リン駆動を追ってないんです。うんうん。どっちも来るなんじゃないかなとは思ってる。うん、一応、ニーポスターのことったら、負ける可能性が高いので、そう、初手でノア君釣りで私もいいとは思う。え、ちょっと待って、ヒアル君をあれする理由がわかんないし、僕がメイン、まあ誰に見られてないけど、シャワー側に行くんだったら、ヒアル君とすれ違わないと。うん、魚さんに合わせるのが一番早そう。いやー、むず。いやー、これヒアル君かな。おーおーおー、ヒアル君に入れるんですか？セルフかなと思っちゃうけど。あ、でも原産のバイタルでセルフ否定入ってますけど。え、そうなの？うん、それ、はい、さっき、うん、原産が2死体見てからアーカイブまで行ってるって言ってるので。うーん、リンさん頑張って。頑張ります。うーん、あーおー、まだある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 。もう赤面者だからな。俺はもうタスクもやらなくていいと思ってるんですけど、どうでしょうか？ダメかな？これは今コミュニケーションで、お、はい、ありがとうございます。もう一釣り縄使います。はい、うわー、マジかこれ。となるとノア君だな。いや、私はもう一応シェリフでノア君切ろうと思って今ノア君についてました。ちなみに僕、ちなみに、うん、キッチン分けてリンさんと沸いたけど、僕はコミサボ待機で、全部の扉を開けてます。うん、そうです、ね。最後コミサボ入ったらリンさんと分断されたけど、その扉も僕が開けてます。うん、まあ別に僕ヒアル君で落ちてると思うから、ってもらってもいいけど、タスクって大丈夫ですか？僕は終わんない。いや、タスクは終わんないから。厳しい。そうですね。私もまだ3つしか終わってないかもです。まあ単純なんだよね。リンさんがシェルフだった場合は、うん、工藤も白だから、正直なるのはヒカル、ヒアルさんつえば終わるって計算ですよね。うん、はい。OK です。僕は自身リンちゃんがシェルフかわからないから、ノアヒアルをつれば、うん、まあ基本的には終わらないと思ってる。うん、終わらないっていうか、続くと思ってるから。うん、僕は任せます。ヒアル君で落ちてると思ってるんで。リンちゃんの仕様か。
まあダメだな。それだったらもうリンさんをその前のターン釣るべきだから。そうですね。もう決めてるからいっか。いやーこれアクションゲーだぞ。どうなる？ナー君投票しましょう。はい。了解です。頑張ってくださいとしか言えませんが、頑張ってください。はい。頑張れ。頑張ってくれご主人様。さあ、お疲れ様です。お疲れ様です。改めて竹谷さんよくある弁当入りましたね。ちょっとやめてくれませんか。いやうまいよね。ああ、竹谷さんうまかったよな。うまいわ。なんで俺切ってやろうと思ったもん。出てこい。よく第50回でねやったね、ほんと弁当系ね。目そらしてるって言われて。名前出てきたから、俺本当に俺入ったんかなと思っちゃった。俺本当に今あの画面見てなかった、恥ずかしすぎて、あの時切られて死ぬよりはいいんじゃないですか。そうなの。そうだよね。ああ、よかった、間に合った。いやじゃあなるくん、なるくんで。いやおかしいな、タケッチ何があったんだ。何があったんだろう、ね、びっくりした。弁当に入った人がいます。違うんだよ。どっちで入ったんだ。なんで入ったんだ。なんで入ったんだろう。ちょ気になってる。恥ずかしいからやめてください。いやジジイ。何があったの。いや小見様直せないと思って一瞬あのエンジン沸きして一人だけあの、うん、もう心臓バクバクになっちゃって頭真っ白になって2秒後に弁当入ればいいやと思って弁当入ったらなんか宿舎の方から3人ぐらい下ってつんだ。センちゃんと目撃したからその次のターンセンちゃん倒さなきゃと思ってもうセキュリティの下のところであのずっと自決ボタンカチ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 やってたあのターン。早く死にたいと思ってた時を竹谷さんとあれ、なるくんに意図してしろとしてました、うん、あ、全く意図して出してない。ああ、なるくんに切られてるんですよね、あれ。あ、え、そうなんだ。あ、そうなんだ。すごいね。そう、武器庫中腹ぐらいまで行って、全力で戻ってキルして、黒さ見えたけど、まあいいかって。殺されました。めっちゃノア君だと思ってた。